私たちの研究室ではゴムやプラスチックなどの高分子のナノメカニクス、つまりナノメートルスケールの力学物性に関する研究を行っています。皆さんもよくご存知のゴムやプラスチックは、小さな分子が手に手を取り合って長くつながった高分子からできています。その高分子の一つのサイズがナノメートルオーダーなので、高分子に特徴的なサイズで研究を行っているということになります。皆さんはタイヤの色がなぜ黒いのか分かりますか？輪ゴムを見ると分かりますが、ゴムはもともと黒くありません。それはタイヤの中にはカーボンブラックと呼ばれるナノスケールの微粒子がたくさん詰まっているからなのです。このおかげで何百キロ走ってもすり減らないタイヤができます。カーボンブラックがゴムの中でどのような働きをしているのか調べるためには、特殊な高分解能の顕微鏡が必要です。それが原子間力顕微鏡です。先の鋭い針を一点一点押し込み、硬い柔らかいを画像化したのがこの図です。柔らかいゴムのマトリックスの中にたくさんの微粒子が浮かんでいるのがわかります。この画像から私たちはナノスケールの力学物性と実際の材料のマクロな物性がどのように相関しているのか、そういう研究をしています。また市販の原子間力顕微鏡を改造して、世界で誰もやったことのないような測定も行っています。観察する資料は自分たちの手で作ったり、共同研究先の企業から提供を受けたりしています。できた資料はミクロトームと呼ばれる装置を使って、鏡のようにピカピカになるほど表面出しをし、原子間力顕微鏡の観察に供しています。ナノスケールのミクロ物性だけではなく、マクロ物性についても引っ張り試験機やレオメーターなどを使って調べています。皆さんは引っ張られたゴムがなぜ縮むのかご存知ですか？それは一本の高分子差がすでにそういう性質を持っているからなのです。私たちはそういう基礎研究も原子間力顕微鏡を用いて研究をしています。研究室の学生はさまざまな装置を駆使して、皆それぞれのテーマに向かって研究を進めてくれています。大学で一緒に最先端の研究をしましょう。